将棋の藤井聡太七冠に初めてのタイトル戦となる佐々木祐希八段が挑む最高峰タイトル竜王戦七番勝負が開幕するのを前に、東京渋谷区で前夜祭が開かれ両者が意気込みを語りました。いよいよ竜王戦が開幕するんだなということをあの実感しています。お互いのこう読みがぶつかり合うようなそ,そういったこう内容のこう充実したこう面白い勝利をこうさせていけるよう全力を尽くしたいと。 初めてのタイトル戦になります。普段の生活を竜王戦モードにしていました。神聖な舞台でのあの対局、そしてあの立派な将棋盤の前に座りまして、気持ちが引き締まりました。明日から最善を尽くしたいと思います。2021年に初めて竜王位に就いた藤井聡太七冠は4連覇を目指します。一方 タイトル戦初挑戦で最高峰のタイトルに挑む佐々木勇気八段は2017年7月の藤井七冠との初対局で勝利し藤井七冠のデビュー30連勝を阻止しましたまた今年3月放送の NHK 杯決勝では藤井七冠を破って連覇を阻止し初優勝を飾るなど大一番での直接対決に縁があります両者の対戦成績は これまで藤井七冠の四勝二敗です。佐々木八段はこ、こ特にこ攻めが、攻めのコンスルドさというのがう一番のこ特徴なのかなというふうに思っています。それに、加えて、やはりその受けの、手厚さであったり、粘り強さ。というのも、やはりあって、充実した、こう勝利を指さ,されているのかなというふうに思っています。盤を挟んでみないと、わからない強さが。あるので、できるだけ、あの終盤まで、いい勝負で戦いたいな。 前夜祭の前には対局室では見分が行われ2人は対局室の雰囲気や駒の手触りなどを念入りに確認しました竜王戦の優勝賞金はタイトル戦最高額の4400万円です藤井七冠の4連覇か佐々木八段の8タイトルか注目の第1局は5日午前9時から始まります持ち時間は8時間の2日制で 勝敗は6日に決まります。